おら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 、どうも、ライジョーンズです。ということで、今日もやっていくんですけど、皆さん見てください、このトロフィー。なんとね、ライジョーンズ、500沼からね、生還し、見事ね、シーズン最多トロフィーを更新することができました。はい、なんですけどね、今ね、界隈を震わしている、やばすぎる最強デッキがあるんですよ。ってことでね、紹介していきたいと思います。紹介していくのはこちら、ロイホグということでね、まあね、ロイホグ、まあこれは 2.9 ロイホグ、まあまたはね、こう、まあぶち壊れデッキだとか、まあ 1.9 ホグ回ってね、呼ばれてるデッキなんですけれどもね、こちらのデッキ、まあすごく世界的に大流行していまして、マジで強いんですよね。で、このデッキを使っての俺もうね、マジ何連勝したんだろうってぐらい、もうババ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 って買って、ゴレに1回負けちゃったのか、ここら辺は。なんだけどね、そこら辺からもうね、なんかスパーキーとかエレジャイとかも迫撃ぶち倒してね、上がってきましたね。はい、ということで、今日はね、ここからマルチへ潜っていきたいと思います。行きましょう。まあなんですけど、最近ちょっと、まあライキジョーンズ、お前なんで実写が全然出ねえじゃねえかと、思ってる方、まあね、少なからずいるとは思うんですけれどもね、最近ですね、3ヶ月間サボっていた、いや、逃げていた、脱毛に行ったんですよ。で、マジで痛すぎて、なんかもう肌がマジパンパンに腫れて、腫れるどころじゃなくて、なんかもう、もうなんだろう、荒れに荒れてるんですよね。ほんとなんか人様の前には出られないようなちょっと顔になってしまってね。ガチやばいの。なんかマスクしてたらギリ外出れっかな、みたいな。ぐらいなんだけど、もうなんかもう、やばすぎて、肌が荒れすぎてね。そうなんで、ちょっとね、そこら辺が治るまで、この縦画面でお送りしたいなとは思ってるところなんですけれども、さあ、マッチングしました。ゴブジャイ PP 枯渇の人かな？さあ。なるほど。やべ、ちょっと待って、押しとこなった。お、なんかめっちゃいい感じになってる。はい。はい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 。ダックプリ切ったからな。固め。いやー、両サイでいくか、セパで。プリンスとコウモリとかかな。うん。さあ、まあここは、よいしょ。入んなって、そんな。やべ、これ。サンコスゴブジェ来るか？さすがにね。オッケー。待って、今のどうやったら守れたかな？大砲にちゃんと寄せて、スケ真ん中だったかな？いや、下手だったね、今の防衛は。コウモリを処理できるのがデリカ、ファイスピだから。なるほど。まさき大砲かな？で、この位置に出すとね、こっちの方とタワーとね、一緒にファイブを打てないので、まあ、こんな感じで出してあげて、ケツアチクイ。なるほど。さあ、若干ダメージ入ってしまうが、カウンターの形自体は組めそう。で、縦線とダクプリを使ってないので、ここは、ファイブじゃないと思うんだよな。はい。いいね。OK。来た。これはいい黒く。よし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 。間に合わない。いや、間に合うか。ただこれは、いいよ。で、スケセパして、よいしょ。よし。いや、着衣攻めに使って良さそう。今回は。あー。なるほど。場所をずらしていくと。オジョーンズですね。で、ここはね、ちょっとスケを出して、ファイスピだけで投げていって、ケツは着衣。はい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 。よいしょ。まあこんな感じで守ってあげると。お、これでかい。どっちかが。よし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 。やい、めっちゃ入る。あっちー、これは熱い。
待って、やばい。無駄なダメージもらった勝ちでマジでもったいねえ。なんでなんでこういうことしちゃうかな、俺は。いやー、これは打っていいはず。いや、クエイクまではちょっといけないな。いや、ただいいダメージ。さあ、これは？なるほど。それをやると刺さるっていう、なんかそういうデータがあるのかもしれないですね。よいしょ。いいね。よし、きたー。これ守ったのでかいぞー。これはここに置いて、はいはいはい、オッケーオッケー。いや、勝った。よっしゃー、来たー。よっしゃい、ジジイ、オッケー。あー、よかった。いや、マジでよかったわ。オッケー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 。いやー、ちょっと待って、今の。これさー、いや、途中でも読みが当たって、あそこら辺から、あと、ケツゴブジャイに合わせて、両サイド、いい感じに攻めれたのが、勝った要因かな。いきます。さあ、マテジャ！マテジャはねー、多分、メガナイト、ロイホ、メガナイト、ラムか、いや、メガラムだなー、これ。メガラムは違うよね。うん。メガラムはちょっと違うわ。うん、うん。メガラム以外に勝てる最強デッキなので、まあ、これメガラムはちょっとちゃうわ。うん。いや、マジか。これどうしようかな。いや、気づいちゃったんですよね、俺。これ、耐え説ある。耐え説が濃厚ですね、これ。あの、先にロイホグとかで攻めるとやっぱメガナイトラム負けちゃうから怪しいんですよね。さあ行きましょう。とりあえずこれはヒースピなので、まあ人技かな。うん、ただ相手が動かない。ワンチャンスパーキーとかの可能性もあるな。ちょっと挨拶で的確認してきます。うーわ、え、待って、ヒースピラバって何？イカレ？イカレの民じゃないですか、これ。なに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 。よし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 。とりあえずもう手前のやつにね、優先的に当てて。うわー、なんかもう、いや、見たことあるような気もするなー、このデッキ。あ、待って、ファイスピー、おいしょ、はいはいはい。いや、いい防衛。いやー、ウッドもったいね。いや、これどうしよう。ちょっとね、相手がね、ラバ出してから、そのロイホグを出したいんですよ。相手に、いやー、これなー、血圧直いっちゃうか。あのね、ロイホグがない状態でラバ出されるのが結構嫌なんだよね、俺的には。これで逆サイラバ行かれたとしても、こっち攻めて1本折れるから、これラバ来るだろう、絶対。ほら、どう？来ない。いい延命じゃない？まあ微妙。これ許容だな。許容してもう一回ロイホグいっちゃおう。ここはダメージ稼げるところなんで。これ相手無視して、多分だけど、ファイボじゃなかったら、そうだよね。オッケーオッケーオッケー。ラバクロだったと思ったんだけど、ラバディガかな？これ。ヒースピー入れてる意味がわかんないんですよね。いや、なんだろう、マジで。いや、普通になんかライトニングとかも入ってそうではあるが。お、来た来た来た。これ美味しいですね。これまあ入って一発じゃないですか。オッケー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 。
オッケー、完璧。よし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 。いや、ラバにもね、デリバリーとファイスピが、その、アチャクイが生きてるうちに、早めにデリバリーと回すの大事ですね。オッケーオッケーオッケー。よーし、でかいこれ勝ったのは。そう、アチャクイが場にいるとね、手札の周りが3枚になるんで、そこをスケ、まあ、ファイスピデリバリーとかでガン回ししてあげると、めちゃくちゃ回りやすくなるんですよね。さあさあさあ、いいよ。オッケーオッケーオッケー。まあ、ちゃんとね、こう、ちょい渋ぐらいの相性をね、やっぱ拾っていかないといけないんでね。ラバルもね、やっぱでも、結局ちょい渋なところはあるんだけど、てかラバルフリーズだったな。ヒースピのラバー、ね、全然わかんなかったけど、ラバルフリーズなんかあるんだね。さあ、来たさあ、うお、出た生命さん、これ、キョスケバルーンの人なんですけど、この人タワー13で、8300ぐらい言ってた、レベチブロですね。さあ、この方、エレキ、ガゴムレ、ランバー、ファイブウッドトルネ、キョスケバルーンかな？いや、いて。うわ、タワーが弱え。ガゴムレ、あー。こいつを叩いてからの3体金魚キル。いや、うまい！やっぱね、うまいんだよな。これ、大砲先に出して。俺はね、基本、ウォーエースケでやって、このファイスピを、このね、攻めのイチャイチャにつけるっていうのが、個人的に強いと思ってます。さあ。これはね、ちょっと大砲殴られると、デリ裂かなきゃいけないんだけど、デリはね、ちょっと、まあ、バルーンの緊急とか、まあ、あとガゴムレですね、に残したいので、こんな感じで攻めつつ守っていって、だいたい今後ろから入れるカードがないのでね、アースクエイク出していきます。まあ、ここで端前ランバルが来るか、まあ、ケツランバー、ケツエレキか。まあ、これにも大砲でいいかな。ランバル逆サイ来たら、真ん中でランバー好きに寄せて、アチクイでバルーンからぶち叩けば良さそう。やべえ、それダーリーダーリー。さあ、これはローリングッドでとりあえずいけるかな。タワー13な、マジ絶対、俺もうマジさ、その企画とかでやってたからわかるんだけど、ガチ弱えのよ、タワー13って。いやー、ようやんなマジで。さあ、さっきただウッド打ったので、このファイスペック許容してくるかな。よいしょ。これ、ウッドで、ぶち稼いで、あー、おっきい、でかい。よいしょ。まあ、これは、エレキウッドかな。なるほど。あー、ガグムレか。やべ、全然読めない。さあ、ガゴムレ切って、まあ、ここはまたキョスケで受けて、そうだね。キョスケで受けてからの、ランバルが来るでしょう。今回はちょっと、大砲高めに置いて、バルーンから打ちたいんだよね、やっぱ。あぶねえ！あばい、これ行かれたら、あぶねえ！あ、え、入ってねえよな、これ。ガチで怖いんだけど。オッケー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 。よしよしよし。で、大砲先をキャンパイ。ここはファイスピも使っちゃっていいですね。よいしょ。ファイスピスケで守って。まあ、この瞬間にガゴムレが来る。オッケーオッケーオッケー。ロイフが来る予想はすると思うので、ここは着衣出して。ここはちょっと攻めちゃいます。ここ攻めちゃって、ここ来そうだな。来ないか。まあ、エレキランバーが今手札にあるので、どっちかで受けてきてからのランバーバルーンがありそうなので、ここはちょっと高めに出していって、寄せていきたい。さあさあさあ。いや、そう、エレキが高めに来るんだけど、それが来るとちょっとね、攻撃が遅れるので、よいしょ。ちょっとこのね、高めに置くと、やべ、デリバリー使った。ウッド、クエイク、
これエレキ来そう。はいはいはい、いやさすがにね、打って打ってから、オッケーオッケー、よし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 、危ねえ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 、いやさすがにタワー低い、そのなんか恩恵がなんかロイホグがめちゃめちゃ入った気がする。さあということで、いや結構勝ったね今日は。あれっつってなんかトロフィー伸びてないんだけどと思った方いると思うんですけど、ラストいきましょう。まあ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 、グラチャルとかだとね結構ねしれっとカットするとき多いんだけど、マルチだとねやっぱちょっとバレちゃいますね、トロフィーの変動があるか。まあでもちょっとそこはね多めに見てもらえて、やっぱねマルチ勝ってる試合を見せたいのよ、勝ってるところを見せたいの。俺だってさ、俺だってやつみたいにね、全勝した動画をそのままノーカットで載せたいところもあるんだけど、ねえ、やっぱ負けてるばっかの動画なんかさ、つまらないじゃないですか。さあ、スタリさんよろしく。これ勝ったら最多更新ですね。なんでラスト行きましょう。シーズン最多。ただ、俺自身の最多ね、8630ぐらいなので、あと400ぐらい上げたら最多更新できる。とりあえず5例なんで、スタリさんは、うおぉ、マジか。はい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 。あ、タゲが熱い。山盛りになってる、タゲが。厚めの山盛りになってた、今。いや、このくらい削れたらね、ぶっちゃけ熱いですね、正直。このくらい削れられたら、全然キング起動されてもいい。3分の1ぐらいはね、削れたらいいんだよね。逆に向こうからすると、まあ、3分の1ぐらいまでに、キング起動しときたいなっていう感じであるから、若干、いてぃマジかーって言ってると思う、多分。これはライト来るかな。なので、サント上で押さえてあげて、さあ、ここでね、ライト打たせるといいことがあって、相手がね、エリクサーちょっとカツカツになるんだよね。そう、カツカツゲーミングになるので、さあ、いい。こんな感じでね、ダメージが入ると。OK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 。まあ、スケでいいかな。スケだけで抑えられるかな。これ怪しいよな、ちょっと。ああ!いや、怪しい。頼む、信じるぞ、俺は。ああ、最悪だ。500ぐらい食らう、これ。はい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 。なので、これもね、ちゃんとライトニング打てる位置。あ、でも待ってねえな、まださすがに。出していって。先に打っと転がし、オッケー、よいしょ、あーいいね。さあ防衛の時です。いやーこれが難しいんだよ本当に。いやこれスケからでいっか、ウェイクで削って、さあ来る、はい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 、よいしょ、いったんじゃないこれ、めっちゃいいボイスした、きたー、うおー嬉しい。いやー待て待て待て、落ち着け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 、俺の悪いところはこういうところでね気を抜いて逆転負けするとこなんですよ。何回も見てきたでしょ俺の YouTube、 愛する者たち。いや来た、いけ、あー嬉しい。いやこれはでかいわジジ。いやこれ序盤の削りがマジでかかったっすね。あーいやマジこれめっちゃ勝率低かったから俺めっちゃ嬉しいわ。よしちょっと伸びた、最初より。はい、ということでね。8258。まあ、ここら辺でぜいぜい言ってるようじゃ、って思う人もね、結構いると思うんだけど、まあ、なんか当たるやつがマジ、うまいからね、みんな本当に。ちょっとね、許してほしいんですけれども。まあ、私もね、まあ、9000ということで。まあ、トップがね、正直でも思ったより伸びていないっていうのがあって、
残り6日ぐらいで、まあ、8500なんですよ。まあ、1日100、まあ、最終日100、200ぐらい増えるって考えても、結構ペース的にはちょっと渋いものがあるのかなっていうのはあるので、まあ、一桁に一瞬でもタッチしないと、まあ、間違いなく9000はいけないかなっていうところなので、いや、ちょっとね、思ったより伸びなかったですね。うん、なんですけど、まあ、こんな感じでね、毎日、まあ、クララのね、動画も上げていきたいんですけど、まあ、昨日はね、ちょっともう沼りすぎてね、メンタルがやばかったんで、ちょっと撮れなかったんですけど、またね、毎日上げていくんでね、明日も楽しみにしててください。ということで今日はこれで終わりです。また次の動画で会いましょう。バイバイ。